大阪市交通局1100系電車は、大阪市交通局で使用されていた高速電気、軌道用通勤系電車。後年100型と改消、改版された。1号線の5両編成化に備えて1957年に23両が製造された。うち、1101から1104.1114115が近畿車両で、 1105から1108.1117、1118が日本車両製造で、1109.1110、1123が、何は後期で、111から1114が、川崎車両で、1119.1120が、帝国車両工業で、1121.1122が、日立製作所で、それぞれ製造された。 同地下鉄初の型運転台構造であるとともに、初の新性能電車でもあり、駆動方式は WN ドライブである。車体外観は1000バイト型を型運転台構造にしたもので、開業以来のクリーム、青、銀の三色塗装で登場した最後の形式であると、ともに、同交通局最後の、型開き、式客室扉を採用した形式となった。 全室式運転台となって、車掌側にも窓が設けられ、客室と完全に仕切られたほか、側扉窓が1000バイト型の横に3が入った上下2段窓から、H ゴム指示の1枚窓に変更された。しかし、ウィンドシルや外装式の微灯が残るデザインは、まだ旧性能車体の面影を残していた。まず、5両編成で1号線で、使用開始されたが、1958年より、 製造された1200型とは、性能的にも同一のため、根結して使用されるようになった。塗装についても、1958年から1959年にかけて、1200型で採用された上半分アイボリー、下半分、タキシーイエローのツートンカラーへ変更された。1号線では、最大8両編成で使用されたが、 1970年の日本万国博覧会を控え、使用車両を30系へ統一することになり、4つ、バス線専用となった。1972年の玉で墨の江公園館の開業に伴い、同線は保安装置をダシ式 ATS から WSATC に変更されることになったため、対応機器が設置された。その関係で外観では、 助手席側の前面窓が小型化されたが、この改造は先頭に出る車両に対してのみ施行された。この際に余剰となった1115号が廃車された。1115号車は、廃車後、アビコ車両工場で物置として使われていたが、緑木車両工場への移転時に解体された。また、制動装置はアマールから HSC に変更されている。同時1 2 0 0 a 型同様、 蛍光灯カバー撤去と灯数削減も合わせて実施された。旧2 0系を重系に改版する前の1975年に、統計式は100型と改称、改版された。ほぼ同時期に、ツートンカラーから、アッシュグリーン値にラインカラー単位入りに、塗装変更されたが、塗装変更が間に合わなかった車両については、旧番号の線の位の文字のみ消した形で、運用されていた。 しかし、四つ橋線の30系への統一と、50系のうち、谷町線、中央線、千日前線三線の共通運用に、用意されていた車両の解消のため、1979年には千日前線に、転属した。4両編成5本を組み、両端の先頭車は CS、CSATC 対応に改造、また従来幕板部に設置されていた微灯は50系。 同様埋め込み式のものが腰部へ設置された。この時余剰となった2両は、VVVF インバータ制御試験車に転用された。制御機器類が他の車両と異なり、保守上問題となりつつあったことや、車体の老朽化、他線への新車投入による1000日前線への50、軽転入に伴い、1989年に全車廃車された。千日前線転属に際して、 余剰となった106号を抵抗制御から VVVF インバータ制御に改造、東芝、日立製作所、三菱電機の3社と共同で各種データの研究開発が実施され、その成果は20系の設計に反映された。この時も一両余剰になり無改造のままだった107号と編成を組んでいたが、これは未知の制御方式がゆえに、万が一本線上で106号が、 自走不能となった際に牽引、推進するための動力者であった。106号に搭載された VVVF インバータ装置は、世界で初めて GTO サイリスタを使用したものであった。なお、これら2両も、名目上は千日前線に所属していたが、営業運転には使用しないためラインカラーは千日前線の、購買色ではなく4つ端線の花台色のままであり、 当時の鉄道ファンから注目された。このうち、106号だけは、最終的に1990年3月30日付で、除籍席廃車となるまで生き残っていたため、1957年5月31日の、竣工以来在籍期間が、最も長かった。千日前線 MCMMMC10010010010110211122 1。 105120103118117110109106119104123112121108113114-106から107大阪市交通局100系電車に関するカテゴリーありがとうございます